ラジオネームゴモラ。エブリデイモンスターこと木の実ナナの婚約野郎がインタビューで去年のミュージカルで女子高生役を演じたという話になり、こんなことを言ってやがりました。最初は大照れに照れて、ちょっとやめてとか言ったんだけど、女ってバカで可愛いとか似合うとか言われると、そう本当ってだんだんその気になってきちゃって、それなのにファンの人は足が見えてないとダメなんですよ。しょうがないからスクール水着を。おい、つけるなよ。おい、その水つけるなよ。おい、だいたいお前年いくつだよ。1946年生まれだから66歳校長より年上じゃねえか、バカ野郎。66歳のババアがスクール水着着て歌って踊るって、お前 R1 で優勝できるぞ、この野郎。さっさと賞金獲得してな、お前のスクール水着姿見て入院したジジイの治療費でも払ってろって。すごいな。ラジオネームゴモラ。一茶の書き垂れ総選挙第7位の女こと元 AKB の増田優香がブログに、滑舌を良くするための手術を受けたという記事を書いていました。それに対して通りすがりの親父という名前のふざけた野郎がこんなコメントをしてやがりました。この手術僕も受けたよ。舌癒着症の手術でしょ。もうこれ最高。気道が広がるので酸素の摂取量が多くなり、血中の酸素濃度が1割方アップするんだ。おかげで走っても息切れしないよ。おい、おっさん怖えよ。内容特徴があってねえよ。確かに増田さんはハゲで動けるおっさんが好きかもしれないけどな、血中の酸素濃度が1割アップしてちょっと走れるようになったぐらいでお前にはついていかねえよ。こんな小娘に媚び売るよりさ、嫁さん抱いてやれ。いや、このコーナー有名人が調子をぶっこいて話してたことを作ってもらうんですよ。これ何、普通のおっさんのブログに対するコメントまで調べちゃダメだって。何なのよ。はい、ねラジオネームゴモラ。有吉さん、キキキリンさんが熱愛が発覚した橋本愛さんかな、うん、橋本愛さんに報道陣から「交際は事実？デートは楽しかった？」と質問が飛んだ際に、代わりに「楽しかったです」と答えてやがりました、うん、おいクソだ、ナイスフォローだバカ野郎、長生きしろよ。どこも見てたんじゃないの。本当そうです ね、こんな若いアイドルとか女優さんが恋愛したからってさ、うん、興奮すんだよな。しょうもねえな。そうね、美人なんだからセックスしてるに決まってんだろお前。かわいいですね。ゴモラ。有吉さん、残念なお知らせです、うん、先週のサンドリで YouTube に勝手にアップされたラジオ番組を聞くのは良くないということが話題になっていましたが、デンジャラス安田の野郎 YouTube にアップされた竜兵会のオールナイトニッポンのアドレスを自分のクソブログに貼って宣伝してやりました。おい安田、てめえ何やってんだよ。憧れのオールナイトニッポン出るだからってよ、のぼせ上がってモラル破ってんじゃねえタコが。今すぐ半蔵門まで来て土下座した後でこう言え。ポカッタポカやりすぎた。何やっと食らって寝てろこのドサン流。ドサン流がドサン流だ。安田ももう箱舟乗せるね。でも1位だからな、人気ある、このラジオで人気あるんですよ安田さん。山崎さん、のちさんとは違って、うわ、上島さんが一番人気ないですからね。以上、ラジオネームゴモラ。はい、有吉さん、元 AKB48 の前田敦子の野郎が女優の高畑充希、俳優の池松壮介、柄本時生らとブス会とかいうグループを結成しているらしく、こんなことを言ってやがりました。みんなでブスって言い合ってるんです、だってブスだから。おい、クソ女優とクソ俳優、ちょっとそこ並べ。てめえらの面ネットで見てやったけどな、全然ブスじゃねえじゃねえかこの詐欺師ども。あ、柄本君はちゃんとしたブスだから大丈夫だよ。きついこと言っちゃってごめんね。ちょっと待っててね。大体てめえら柄本君の気持ち考えたことあんのか。奇跡的に親父よりトカゲ面で生まれてきた柄本君とっ捕まえてよ、小綺麗な顔したてめえらがブスだブスだって言うから、最近ますますコソ泥みたいな顔になってんじゃねえかバカ野郎。
あ、江本くんはね、悪くないからね、お茶でも飲んでゆっくりしてたよ。おい、てめえら3人よく聞けよ。明日の10時に1人100万ずつ持って高須クリニック前集合な。その金で俺と江本くんは佐藤健そっくりに整形して、てめえらのケツ蹴り上げてやるから覚悟しとけよ。江本くん、あと少しで報われるから頑張ろうね。ゴモラ、有吉さん、アメーバブログのランキングが大変なことになっています。3位モモ、2位杉浦太陽、1位木下ゆきな、殿堂入り市川海老蔵。おい海老蔵、殿堂に入ってんじゃねえ。クソしょうもねえことばっか書いて何が殿堂入りだバカ野郎。ネットをやめて日記をつけろ。すごい。モモ、杉浦太陽、木下ゆきな、うん、だからアメーバブログのランキングっていうのはまた世間のその、はい、なんかいろんなランキングとはまた別物ですね。全くのね、なんか面白いわ。あげとこう。ラジオネームゴモラ、有吉さん、オスを食い尽くすメスのカマキリこと江角真紀子の野郎が元マネージャーに命令をして長嶋一茂の家の壁にバカ息子などと落書きをさせたことが週刊文春で報道されてました。おい一茂、てめえに一つだけ聞きたいことがある。セコムしてますか。いやー、やばい。あー、いやー、まずい。うわー、これはてっきり江角さんの、江角さんに何か一言あるんかと思ったら一茂さんにエンジェルあげときましょう。あー、素晴らしい。これはすごい。いやいやいや、今のはやりました。今の強烈でしたね、久々に。強烈。ラジオネームゴモラ、有吉さん、セクシャルカウンセラーの田辺真理子というデブでブスで中年のクソババアがテレビでこんなことを言ってやがりました。経験人数は1000人以上、野球選手ともやったことあるわよ。一番セックスがうまかった球団はね、広島カープ。おい絹笠。てめえなんでこんなボール球までフルスイングしてんだよ。野球じゃねえんだから全試合出なくていいんだよ。こんなデブなんかな、ソフトボール部のキャッチャーやらせとけ。あと関西テレビ、てめえらいい加減しろよ。東京じゃこの時間はザ漫才の特番だったらしいじゃねえか。ツイッターで特番があるって知ってな、楽しみにテレビつけて愕然としたわ。有吉さん、関西のお笑いは死にました。東京でお笑いを頑張ってください。それではお元気です。知らないよ。ラジオネームゴモラ、我らが有吉さんがスポーツ報知のインタビューでこんなことをおっしゃっていました。僕が影響を受けたのは内村さんに、ダチョウ倶楽部さんに、サマーズさんです。売れない時にもお世話になりましたが、それ以上にあの方たちの後輩に対する接し方に感動しました。下に高圧的じゃないんです。僕が思っていた芸人の徒弟的な関係ではなく、友達のように可愛がってくれました。僕も見習いたいと思っています。優しくしてくれた先輩芸人さんに感謝し、後輩にも優しくする有吉さんに心底感動しました。有吉さんと後輩芸人さんとの感動的なエピソードをぜひここで紹介させてください。サンドリで21歳の岡本真理と本気の殴り合いをしてガチで泣かせる。ブラックパイナー SOS の山野を公園に呼び出し、服を脱がせて追いかけ回した挙句、前歯を折った山野を見て爆 笑、 初めて会ったダーリン兄吉川に対し、ゴミ箱にぶん投げる、壁に叩きつけるなどの暴挙を働き、思い詰めた吉川がマネージャーに芸人を辞めたいと相談。おうそつきかよ。むちゃくちゃじゃねえか。おい、その当時お前は完全に騙されてるな。悔しかったら今すぐ太田プロに現れた第2のオール巨人こと有吉っていう題名で記事を書く。
余計なこと言ってんじゃねえよ。何してんの吉川さんの何だよ。あったらかあの劇団一人とやってるネット番組があってね、そこでもうむちゃくちゃするっていうのがあってね、山野をね、山野のことを原始人だっつってね、公園で追いかけまして、川島と山野が本気で殴り合いしてた。俺も川島の劇団一人の頭をさ、カラーバットでずーっと100回ぐらいぶん殴ってたからさ、あいつぶち切ると俺顔面ぶん殴られてた。なんなの喧嘩ばっかりしてた。格闘家かよ。めっちゃ面白いなぁ。あげとこう。今聞きゃ面白いけど。ああ面白い。喧嘩したりぶん殴ったりするのが楽しくてさ、あの頃。病んでて。いや、病んでますね。めちゃくちゃ面白かったな。高校生です。ゴモラ。有吉さん、でかい石をひっくり返したら大量に出てくる井上幸三の野郎が、トークアプリ755にて一般人からの悩み相談に次々と答えてやがります。以下、一般人と井上とのやりとりです。出会いってどこに落ちてるんですかね。閉じこもってないでいろんな場所に顔出すことです。さらに自分磨き、怠らないでください。夢は叶うものですか？叶うと信じて血の滲むような努力するしかありません。諦めたらもう終わりですから。芸能人になりたいです。どうしたらいいですか？夢は追いかけるものではなく、叶えるものです。うるせえバカ。お前が追いかけてんの夢じゃなくて芸能人だろうが。芸能人のクソ食ってクソの味にケチつけるような仕事してるお前にな、どっかで聞いたことあるようなセリフで上から目線で説教されても殺意しかわかねえわ。これ以上生臭い息吐きながら説教してえならな、公民館にでも行ってジジイとババア相手にやってろ、この野獣ま。厳しい。これはあげてないです。これはあげてないですか。あんまり使わないんじゃないです。いや、金清さん、これ読んでる間ずっと頭回転させて、目もずっと当てはまる言葉探しちゃってる。タクシー、タクシー、あ、バスかっていうのをあげます。タクシー、タクシー、あ、バスかっていうのを。小銃に使えるかな。ゴモラ。有吉さん、三宅ゴリラこと織田裕二の野郎が映画の完成披露試写会に登場し、奥さんのどんな言葉にグッときますかという質問に対してこんなことを言ってまいりました。難しいですね。でもやっぱり、いや、恥ずかしくて言えなくなりました。ベタベタなセリフが浮かんだんですが、あーで始まりルーで終わる言葉です。かっこ笑い。はは、分かったぞ。さては、アナルだな。違う。お前がアナル好きってことは俺はずっと前から知ってたぞ。世界陸上のテーマソングで、あなたが笑ってくれる、それだけが僕のオールマイトレジャーって歌ってるけどよ、これ略すとアナルだな。違う。あなたが笑ってくれる、それだけが無理やりオールマイトレジャー、アナル。違う。それだけが僕のオールマイトレジャーってなるもんな。なんでわざわざクソみたいな曲を鼻声で歌ってるのか不思議だったけどよ。俺たちアナリストに向けたメッセージだったんだな。ありがとう。いや、アナルがついててよかった。いやー、アナルがついててよかったですね。言わない。違う。愛してる。アナルが好きだと言ってアナルに入れるよ、オーマイトレジャー。入れる方だろ、ね、入れる方だったの。カンチは言われる方よ。なんで自分でカンチって言ってんだよ。自分のこと。おっと。何おっとって。なんで古田さん戻ったの。おっと。もう下手くそ、もうやめろ。ハトに出てこない。まさにローマ帝国の進軍のようだ。全然違うわ。全然違うよな。ピンとこないよ。ノストラダムスの大予言。ちょっと西洋のこと言えばいいんじゃないんだよ。古谷さんはちゃんとやるの。まさに人間発電所。おっと。
いやー、やばい。あー、いやー、まずい。うわー、これは。てっきり江角さんの、江角さんに何か一言あるんかと思ったら、一茂さんに、エンジェルあげときましょう。あー、素晴らしい。これはすごい。いやいやいや、今のは、やられました。今のは強烈でしたね、久々に。強烈。ラジオネームゴモラ有吉さん、セクシャルカウンセラーの田辺真理子というデブでブスで中年のクソババアがテレビでこんなことを言ってやがりました。経験人数は1000人以上、野球選手ともやったことあるわよ。一番セックスがうまかった球団はね、広島カープ。おい衣笠てめえなんでこんなボール球までフルスイングしてんだよ。野球じゃねえんだから全試合出なくていいんだよ。こんなデブなんかな、ソフトボール部のキャッチャーやらせとけ。あと関西テレビ、てめえらいい加減しろよ。東京じゃこの時間はザ漫才の特番だったらしいじゃねえか。ツイッターで特番があるって知ってな、楽しみにテレビつけて愕然としたわ。有吉さん、関西のお笑いは死にました。東京でお笑いを頑張ってください。それではお元気です。知らないよ。ラジオネームゴモラ、我らが有吉さんがスポーツ報知のインタビューでこんなことをおっしゃっていました。僕が影響を受けたのは内村さんに、ダチョウ倶楽部さんに、サマーズさんです。売れない時にもお世話になりましたが、それ以上にあの方たちの後輩に対する接し方に感動しました。下に高圧的じゃないんです。僕が思っていた芸人の徒弟的な関係ではなく、友達のように可愛がってくれました。僕も見習いたいと思っています。優しくしてくれた先輩芸人さんに感謝し、後輩にも優しくする有吉さんに心底感動しました。有吉さんと後輩芸人さんとの感動的なエピソードをぜひここで紹介させてください。サンドリで21歳の岡本真理と本気の殴り合いをしてガチで泣かせる。ブラックパイナー SOS の山野を公園に呼び出し、服を脱がせて追いかけ回した挙句、前歯を折った山野を見て爆 笑、 初めて会ったダーリン兄吉川に対し、ゴミ箱にぶん投げる、壁に叩きつけるなどの暴挙を働き、思い詰めた吉川がマネージャーに芸人を辞めたいと相談。おうそつきかよ。むちゃくちゃじゃねえか。おい、スポーツ報知、お前は完全に騙されてるな。悔しかったら今すぐ太田プロに現れた第二のオール巨人こと有吉。いくつだよ。1946年生まれだから66歳。校長より年上さんでいいか、バカ野郎。66歳のババアがスクール水着着て歌って踊るって、お前 R1 で優勝できるぞ、この野郎。さっさと賞金獲得してな、お前のスクール水着姿見て入院したジジイの治療費でも払ってろって。すごいな。ラジオネームゴモラ、一茶の書き垂れ総選挙第7位の女子と元 AKB の増田優香がブログに、滑舌を良くするための手術を受けたという記事を書いていました。それに対して通りすがりの親父という名前のふざけた野郎がこんなコメントをしてやがりました。この手術僕も受けたよ。舌癒着症の手術でしょ。もうこれ最高。気道が広がるので酸素の摂取量が多くなり、血中の酸素濃度が1割方アップするんだ。おかげで走っても息切れしないよ。おい、おっさん怖えよ。内容と口調が合ってねえよ。確かに増田さんはハゲで動けるおっさんが好きかもしれないけどな、血中の酸素濃度が1割アップしてちょっと走れるようになったぐらいでお前にはついていかねえよ。こんな小娘に媚び売るよりさ、嫁さん抱いてやれ。いや、このコーナー有名人が調子をぶっこいて話してたことを作ってもらうんですよ。これ何、普通のおっさんのブログに対するコメントまで調べちゃダメだって。何なのよ。はい、ね、ラジオネームゴモラ、有吉さん、キキキリンさんが熱愛が発覚した橋本愛さんかな、うん、橋本愛さんに報道陣から、交際は事実？
デートは楽しかった？と質問が飛んだ際に、代わりに楽しかったですと答えてやがりました。おいクソだ、ナイスフォローだバカ野郎、長生きしろよ。どこを見てたんじゃないの。本当そうです ね、こんな若いアイドルとか女優さんが恋愛したからってさ、うん、興奮すんなよな。しょうもねえな。そうですね、美人なんだからセックスしてるに決まってんだろお前。かわいいですね。ゴモラ、アリエさん、残念なお知らせです。先週のサンドリで YouTube に勝手にアップされたラジオ番組を聞くのは良くないということが話題になっていましたが、デンジャラス安田の野郎、YouTube にアップされた竜兵会のオールナイトニッポンのアドレスを自分のクソブログに貼って宣伝してやりました。おい、安田、てめえ何やってんだよ。憧れのオールナイトニッポン出るだからってよ、のぼせ上がって、武勇の高畑充希、俳優の池松壮介、江本時雄らとブス会とかいうグループを結成しているらしく、こんなことを言ってやがりました。みんなでブスって言い合ってるんです、だってブスだから。おい、クソ女優とクソ俳優、ちょっとそこ並べ。てめえらの面ネットで見てやったけどな、全然ブスじゃねえじゃねえか、この詐欺師ども。あ、江本君はちゃんとしたブスだから大丈夫だよ。きついこと言っちゃってごめんね。ちょっと待っててね。大体てめえら江本君の気持ち考えたことあんのか。奇跡的に親父よりトカゲ面で生まれてきた江本君とっ捕まえてよ、小綺麗な顔したてめえらがブスだブスだって言うから、最近ますますコソ泥みたいな顔になってんじゃねえかバカ野郎。あ、江本君はね、悪くないからね、お茶でも飲んでゆっくりしてたよ。おい、てめえら3人よく聞けよ。明日の10時に1人100万ずつ持って高須クリニック前集合な。その金で俺と江本くんは佐藤健そっくりに整形してテメールのケツ蹴り上げてやるから覚悟しとけよ。江本くん、あと少しで報われるから頑張ろうね。テンションのレジゴモラ、有吉さん、アメーバブログのランキングが大変なことになっています。3位モモ、2位杉浦太陽、1位木下ゆきな、殿堂入り市川海老蔵。おい海老蔵、殿堂に入ってんじゃねえ。クソしょうもねえことばっか書いて何が殿堂入りだバカ野郎。ネットをやめて日記をつけろ。すごい、もも、杉浦太陽、木下ゆきな、うん、だからアメーバブログのランキングっていうのはまた世間のその、はい、なんかいろんなランキングとはまた別物ですね。全くのね、なんか面白いわ、あげとこう。ラジオネームゴモラ、有吉さん、オスを食い尽くすメスのカマキリこと江角真紀子の野郎が元マネージャーに命令をして長嶋一茂の家の壁にバカ息子などと落書きをさせたことが週刊文春で報道されてました。おい一茂、てめえに一つだけ聞きたいことがある。セコムしてますか。いやー、やばい。あー、いやー、まずい。うわー、これは。てっきり江角さんの、江角さんに何か一言あるんかと思ったら、一茂さんに、エンジェルあげときましょう。あー、素晴らしい。これはすごい。いやいやいや、今のは、やれました。今の強烈でしたね、久々に。強烈。ラジオネームゴモラ、有吉さん、セクシャルカウンセラーの田辺真理子というデブ、ボケるおっさんが好きかもしれないけどな。血中の酸素濃度が1割アップしてちょっと走れるようになったぐらいでお前にはついていかねえよ。こんな小娘に媚び売るよりさ、嫁さん抱いてやれ。いや、このコーナー有名人が調子をぶっこいて話してたことを作ってもらうんですよ。このこれ何、普通のおっさんのブログに対するコメントまで調べちゃダメだって。何なのよ、はい、ね、ラジオネームゴモラ、有吉さん、キキキリンさんが熱愛が発覚した橋本愛さんかな、うん、橋本愛さんに報道陣から交際は事実、デートは楽しかったと質問が飛んだ際に、代わりに楽しかったですと答えてやがりました。おいクソだ、ナイスフォローだバカ野郎、長生きしろよ。どこを見てたんじゃないの。
本当そうです ね、 ねこんな若いアイドルとか女優さんが恋愛したからってさ、うん、興奮すんだよなしょうもねえなそうですね美人なんだからセックスしてるに決まってんだろお前かわいいですねゴモラ。アリエさん、残念なお知らせです。うん、先週のサンドリで YouTube に勝手にアップされたラジオ番組を聞くのは良くないということが話題になっていましたが、デンジャラス安田の野郎、YouTube にアップされた竜兵会のオールナイトニッポンのアドレスを自分のクソブログに貼って、はい、宣伝してやりました。おい、安田てめえ何やってんだよ憧れのオールナイトニッポン出るだからってよのぼせ上がってモラル破ってんじゃねえタコが今すぐ半蔵門まで来て土下座した後でこう言えポカッタポカやりすぎた何やっと食らって寝てろこのドサン流ドサン流がドサン流だ安田ももう箱舟乗せんねでも1位だからな人気あるこのラジオで人気あるんですよ安田さん山崎さんのちさんと違ってうわ上島さんが一番人気ないですからね以上大丈夫ねゴモラ有吉さん元 AKB48 の前田敦子の野郎が女優の高畑充希、俳優の池松壮介、江本時生らとブス会とかいうグループを結成しているらしくこんなことを言ってやがりました、みんなでブスって言い合ってるんですだってブスだからおいクソ女優とクソ俳優ちょっとそこ並べてめえらの面ネットで見てやったけどな全然ブスじゃねえじゃねえかこの詐欺師どもあ江本君はちゃんとしたブスだから大丈夫だよきついこと言っちゃってごめんねちょっと待っててね大体てめえら江本君の気持ち考えたことあんのか奇跡的に親父よりトカゲ面で生まれてきた江本君と捕まえてよ小綺麗な顔したてめえらがブスだブスだって言うから最近ます